3年連続のアトムアニバーサリーイヤーを記念して3種類のアトム純金製純銀製のメダルが登場。2021年から3年間はアトムアニバーサリーイヤーです。この輝かしいアニバーサリーのあたり裏面にアニバーサリーロゴを刻印したメダルコレクションにいたしました。2021年でキャラクターデビューから70周年、アトムのデビューは1951年の漫画アトム大使の一登場人物としてでしたが、等身大の少年型ロボットは読者から大人気を得ました。アトムのメダル、創業明治30年製作のアトム特製メダルを開封レビューしていきます。待ってね、アトムは今年で75歳。待ってね、今開けてるからね、ちょっと待ってね。今まだですね。いきます。すごい、アトム大使、鉄腕アトム、鉄腕アトム、三つの儀のメダルが入っております。とても細かく素晴らしい完成度であります。どうですか？すごく巧みの技が使われていて、じーっと眺めちゃうね、うん、すごいね、すごく細かく、そう、アトム大使に天馬博士とアトムがいるっていう、この素晴らしい感じ。お願いします。もう一回行く、どうしちゃったけご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次なるおもちゃの旅へ。バイバーイ。バイバーイ。